今回はボリーナシリーズの違いについて、2022年3月26日に発売されたボリーナアバンティを含めて紹介したいと思います。8つのシャワーヘッドの違いについて簡単にまとめてみたいと思います。また新発売されたボリーナアバンティの特徴がよくわかる動画になっています。では一つずつ詳しく紹介していきます。まずはじめに紹介するのがボリーナアバンティです。ボリーナシリーズで最も最新のシャワーヘッドで、これまでのボリーナとは違うポイントがいくつも搭載されたシャワーヘッドです。このように並べてわかる通り、サイズ感がこれまでのボリーナとは異なります。一回り大きいサイズ感で、重量感は増したものの、その分高級感のあるデザインに仕上がっています。散水板は一体型、散水面が広い仕様になっています。そのため全体的にたっぷりとしたシャワーに仕上がっています。ここのスイッチを切り替えることで、ビューティーモードからパワフルモードの間で自在に調整しながら使えます。このように水流の状態を切り替えることができる機能はこれまでありませんでした。またこの部分にはライトターン機能があります。フックにかけた状態でもこのように回転することができます。高い水圧がかかった環境でも扱いやすくなるのが特徴です。そしてビルトインアダプターと呼ばれる機能もあります。ビルトインアダプターとは、この通常取り外すことができないこの接続部分を取り外せます。一部設備で必要となるアダプターをこのシャワーの内部に取り付けることができます。そのため見た目の高級感を損ねることなく使うことができます。ただしこのアダプターが不要な環境も多いです。仮にこのアダプターを一般的なシャワーに取り付けた場合、このように従来のネジに取り付けて使用する必要があるため、全長が大きくなったりデザイン性が損なわれたりします。続いてがボリーナワイドです。ボリーナシリーズの中でも最もシンプルですが高い人気を誇ります。ボリーナシリーズの多くのシャワーヘッドで共通する機能が備わっています。このように散水板を分解することによって簡単にお手入れができます。ボリーナの散水穴はこのように均等な配置となっています。ただ散水板をよく見ると穴のサイズが若干違う構造になっています。外側の穴はまん丸の穴になっています。このような工夫によって肌当たりのいいシャワーに仕上がっています。そして散水板の組み立て自体もとても簡単にできます。ちなみにこのカラーは限定カラーパールホワイトガンメタリックです。この水流によって節水効果は約 50% です。そしてこのなだらかな凹凸やこのようにラインが入っていることによって手にフィットするシャワーヘッドに仕上がっています。もちろんウルトラファインバブルを発生させるため美容効果なども期待できます。このボリーナワイドで紹介したポイントは他のボリーナシリーズでも共通するポイントが多いです。続いてがボリーナワイドプラスです。2020年の6月8日に発売された
ボリーナ・アバンティの発売前までは最新のシャワーヘッドでした。ボリーナ・ワイドとはほとんど機能は同じですが、ここにライトターン機能が加わりました。続いてがボリーナ・リザイアです。アバンティの発売前まではボリーナシリーズで最も高価なシャワーヘッドでした。最大の違いはやはりこの止水ボタンです。このボタンをこのように動かすことによってシャワーのオンオフまたは勢いの微調整ができます。このボタン部分は大きめに作られていますが、操作のしやすさにつながります。またこの部分がアクセントになって非常に持ちやすいのも特徴の一つです。続いてがボリーナプリートです。塩素除去機能が搭載されたシャワーヘッドです。このように持ち手部分を外して塩素除去カートリッジを入れることによって簡単に塩素除去ができます。このように矢印が設けられていたり、交換時期を管理するダイヤルが設けられていることで塩素除去の管理がしやすくなります。ウルトラファインバブルの効果に加えて塩素除去ができるため、ボリーナシリーズの中でも高い美容効果が期待できるシャワーヘッドです。続いてがボリーナニンファプラスです。ここまで紹介したボリーナシリーズとは違ったシャワーヘッドになっています。大きな特徴はこの立体的な散水板です。このように立体的になっていることでシャワー自体が非常に広がりのあるものになります。他のボリーナシリーズに比べて非常に肌当たりが優しくなります。また非常にデザイン的にもおしゃれでスマートです。持ち手部分にも工夫が施されていることで非常に軽量かつ扱いやすいのも特徴です。ボリーナアバンティと比べると見た目の感じは似ていますがサイズ感に違いがあります。散水板は分解できない構造になっています。続いてがアリアミストボリーナです。非常にコンパクトな散水板が特徴です。コンパクトながら若干広がりのあるシャワーで非常に肌当たりのいいシャワーになっています。そして細いフォルムも特徴です。最後がボリーナペットケアです。ペットのシャワーだけでなく赤ちゃんなどのシャワーにもぴったりな機能が備わったシャワーヘッドです。このライトターン機能、持ちやすい角度の設計、あとはこのように手にフィットするデザインなどシャワーしやすい工夫がふんだんに施されています。赤ちゃんやペットをシャワーするときにも余裕を持ってシャワーができます。ちなみにですが、このようにライトターンアダプターという商品があります。この商品を取り付けることによってボリーナワイドにもライトターン機能をこの通り取り付けることができます。
よってこのライトタン機能自体はこのアダプタにお任せする手もあります。重さを確認していきます。まずはボリーナワイドから、約 141g、 ボリーナワイドプラスは約 166g、 ボリーナリザイアは約 158g、 ボリーナプリートは約 179g。 ちなみにこのカートリッジを外して使った場合、約 164g です。ボリーナニンファプラスは約 131g、 アリアミストボリーナは約 141g、 ボリーナペットケア約 128g、 ボリーナアバンティは約 251g です。この通りボリーナシリーズには個々によって機能やデザインに細かな違いがあります。取り付ける環境に合わせたシャワーヘッドを選んでいただけたらと思います。以上がボリーナシリーズの違いの紹介でした。